はい、どうも、マシローチャンネルです。本日はこちらのとあるグラウンドに来てるんですけど、とある企画をしにやってきました。今来てるのが埼玉県の中学のクラブチームに今潜入しておりまして、さっき練習が始まったんですけど、以前中学生にバッティング手袋をプレゼントするという企画でエアメンさんからいただいた手袋をプレゼントしました。で、この企画が今大きくなって全国の2000人に手袋をプレゼントするっていう目標に次変わりましたので、ちょっとまた大井さん、次どこかの中学生渡してくださいということで、今日は第2弾になります。というわけで、今回お邪魔したのは埼玉県のイルマメッツ様、2021年4月より始動した中学軟式の野球チームになります。ちなみに監督にはすでにこの企画は伝えてあるので、中学生たちはただ取材が来るといったところまで伝わっております。はい、今ちょっとですね、党内連携ということで3ポジション4ポジションで今やってるんですけど、結構時間をかけてやってますね。今外野手は外野の練習に入らずにランナーとピッチャーが結構見た感じ多いので、内野のこの連携っていうのを中学1年生で非常にこう大事にしてるチームなんかなっていうふうに個人的には思います。まずはファーストからピッチャーへの党内連携を行っております。見た感じ非常にピッチャーをやる選手が多いので、まあ、この連携を結構時間をかけて行っておりました。緩めるな、行くな。成功、はい、まだだぞ。あ、セーフ。2回に1回走るこれ、はい、オッケー。やっちゃうの。違う、いいね。あと。たまにちょっと。続きましてはセカンドショートが加わって3-6-1の連携を確認しておりました。ナイスコマ。オッケー。はい。はい、捕食シーンということで、皆さんいつも何を食べてるんですか？これはおにぎり。おにぎり。おにぎりとパンと、あとゼリーとか。ゼリー、ゼリーで。オレンジジュース。オレンジジュース。偉いな。カルピス。カルピス。今日午後からだもんね、練習。はい。午後からね。これは毎回食べるの。はい。おお。で、体を大きくするって感じ？はい。あと体力がない状態でやっても体に身につかないから。ああ、確かにすごい、ね。結構手作り系多いね、みんな。すごい、ね。こだわり教えてあげる。気分によって何を変える。気分によってカリカリかしっとりか。なるほどね。すごい。出たがり、出たがりだね。後でインタビューするわ。はい。アンパンとおにぎりとゼリーね、うん。アンパンめっちゃいいんだよ。アンパンめっちゃいいんだよ。アンパンいいって。ちょっともう一個聞きたかったのが、みんなこれ中学違うところにいる。はい、何個か集まってるの？向こう派な、藤沢西武、東側に5 4か4 4個じゃあ野球の時だけ会う子がもうほとんどって感じか。はい、なるほどな。で、全1年生え、今年からできたの、はい、じゃあこれでみんなが2年生になったら1年生が入ってきてチームメンバーは一気に増えるって感じ。初代だ、はい、初代なんだ、本当に。じゃあ、あ、そうなんだ。そうだね、すごいな。で、考えてワンアウトランナー一旦ない。内野中間、セカンドゲッツ。内野中間、ショートゲッツ。
だってわざわざアートになりに来なくたっていいんだよ。戻ったっていいんだから投げてきた。はい、というわけで今ですね、練習の方は終盤に差し掛かってるんですけど、本当に自分は今日見学というか練習を見させてもらってるというふうにしか生徒には伝わってないので、見に来てる人いるなっていう感じに多分中学生は思ってると思います。で、最後にですね、ミーティングの時にちょっとまあ一言多分話す時間を作って、そこでプレゼントをしてお渡しして感想とかを聞けたらいいかなというふうに思います。はい、ちょっとですね、急遽雨が降ってきまして、ちょっと今急いで片付けをしてるので、まあ、中学生の気持ちを考えると、雨が降ったらこう片付ける時って結構ワクワクすると思うんですよ。部活の時もそうだったんですけど、なのでこのワクワクしたまま手袋をプレゼントするといった感じでやっていきます。話がありますので、ちょっと、はい、お願いします。というわけで、今日1日練習を見させてもらったんですけど、自分が動画でいろいろその学生目線の動画を出してるんで、今日はその今の中学生がどういう練習をしてるかっていうのを見学させてもらって、協力をしてもらって1日いろいろ勉強させてもらいました。あんまりちょっとみんなでこう関わってっていうのは、まあ、コロナの影響もあるんであんまりこう接触はできないんですけど、1日見させてもらったってことで、ちょっと今日は監督さんにも協力いただいて皆さんにプレゼントを持ってきました。実はあの自分がいつも行ってるお店で監督さんとお会いしまして、今実は全国の小中学生に2000人に野球道具をプレゼントしたいという企画をやってまして、それが大阪でやってるんだけど、そこの協力者としてちょっと手伝ってくださいっていうので、まあその YouTube とかを通して配信をすると。今から一旦とりあえず渡すから、それでちょっと大きいかちっちゃいか教えて。色はちょっともう一回後でみんなでやると思います。すごい。はいよ。あー、俺もこので、待って、この赤が、おー、結構大きい。ね、おー、この白が多い。で、多分、それでこっちにね。で、それでも、ちっちゃい子はこっち。一回入れてみていいよ。で、それでも大きいなと思ったら言って。あれじゃないの？なんか一人で食べる。これより小さいじゃないから、あとは頑張って大きくなる。二人ぐらいかな。ゴミはこんな感じだっていいよ。ゴミはちょうぴったりで、いい感じ。ぴったり。サイズちょっと微妙ってこいです。どう？ちっちゃいでかい。ちっちゃい。じゃあもう一回最後並んでもらっていい？コスケー、セレちゃん、はい。というわけで、まあ、これはですね、自分からのプレゼントというよりかはその大阪の方からのプレゼントなんですけど、ぜひ中学生とか小学生とかに野球を頑張ってほしいってことでこれを預かったので、ぜひまた明日からの練習頑張ってください。はい、はい、コスケー、はい、ありがとうございました。あの、今ね、大阪の方もっておっしゃってましたけど、でもそれでも大井さんが君たちのチームを選んでくれたからこういうプレゼントをするのね。その大井さんへのお返しは、このバッティンググローブがボロボロになるまでしっかりバットを振って、そうですね、大井さんが、ああ、あん時いた、あいつって言ってもらえるような野球選手になってください。いいですか？はい、はい、本当ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、キャプテンの上村くん、はい、今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっとですね、最後にインタビューってことなんですけど、はい、どういうチームを目指してみんなをこうまとめてますか？声が出るチームを目指して、声が出るチームで全国に行けるようなチームを作っていきたいと思ってます。なるほど。で、補食の時にもお聞きしたんですけど、はい、他の中学校が集まってるじゃないですか、はい、ちょっと部活と違うと思うんで、はい、難しさはあると思うんですけど、やっぱ会う回数が少ない分なんか工夫とかってしますか？この時間を使う時に、やっぱ学校が違うだけでちょっと喋る回数も違くて、同じ学校の子とか喋んないっていうのが多くあると思うんですけど、うん、そういう時も補食の時間とかだったりした時に一人で食べるんじゃなくてみんな集まって食べてとか、うん、同じ学校の子で固まらないように気遣ってます。なるほど。今1年生が1年生しかいないということで、はい、またこれからですね、はい、みんな一人一人が引っ張って頑張ってほしいかなと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。続きまして千葉くん、はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。
さっきのキャプテンとちょっと違う質問をしようかなと思うんですけど、はい、このチームに入って良かったことって何かありますか？このチームって自分の考えを生かしていいって長谷部さんが言ってたんで、うん、それがいいと思って僕はこのチームに入りました。なるほど。さっきも質問したんですけど、違う中学校からいろんな選手が集まると思うんですよ、うん、なんかそこで難しいことというか、やっぱいろんな学校から来るじゃないですか、うん、その難しいことって何かありますか？そのなんか話題が違う。話題が違う、うん、もうやっぱその学校で流行ってることが違うと、うん、なのでまあいろいろ意見もちょっと分かれてくるかなっていう。で逆の別の中学から来るからいいところってありますか？なんか違うところがなんか分かり合えて楽しいです。なるほど。本当にじゃあいろんな情報が入ってきて楽しいと。分かりました。っていうので今日はですね、見学させてもらったので、また明日から頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけで本日はエルマメッツさんということで、モンタナスポーツさんで出会った監督さんとですね、このような感じでいろいろと交流できましたので非常に良かったかなというふうに思います。まあ、自分も中学が軟式野球部だったので、ちょっと今の環境とはまた異なる環境なんですけど、別の中学から人が集まってこう野球をするって、中学生だとあんまりボーイズとかシニアじゃないと経験できないと思うので、初めてですね、この軟式のクラブチームというのは。なのでまたですね、こういう雰囲気とか練習の内容とかを見まして、また今後の動画制作等に活かしていけたらいいかなというふうに思います。本当にエアメンさんにも協力してもらって、みんなが喜んでくれたと思うので、またですねこのような企画できたらいいかなというふうに思います。というわけでまた面白い企画ありましたらやっていきますので、チェックの方よろしくお願いします。それでは今日のチャンネルは以上です。エウリュッシュ。そして今月のプレゼント企画はこちら、ローリングスの軟式用ハイパーシェル外野手用グラブになります。こちらは通常の革よりも軽い素材で作られているグラブとなっております。こちら応募期間は6月1日から30日までとなっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。そして自分らが監修している GS シリーズのグッズも販売されております。グローブ、スパイク、T シャツなど動画の概要欄から購入できますので、ぜひチェックしてみてください。夏に合わせた T シャツも販売されてますので、ぜひよろしくお願いします。詳細はモンタナスポーツさんのホームページからチェックしてみてください。オーリオショー。